皆さん、こちら海外展売スクール講師の黒沢厚です。今回はタイトルにもありました通り、最も魅力的な女性の定義について話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。先に結論から申し上げますと、最も魅力的な女性の定義というのは、その女性の目の奥に称えられているもの、それを形容できない女性、 が最も魅力的だっていいう,うに私は考えているんですね当然ながら、どんなタイプが好きだとか、ストライクゾーンがどうだとか、どんな好みが好きだとか、外見的な胸が大きい小さいとか、背が高い低いとか、目がクリッとしてるとか、あの切れ目の人が好きだとか、いろいろそういうのあると思うんですけど、そういうのを、まあ、超越した部分といいますか、 概念的な話をすれば私はその女性の何かが形容できない時に最も強い魅力を感じるのではないかと思うんですよ。でですね、これについて言及しているのが小説家のカイコウケンでちなみに以前私がカイコウケンって音声日記の中で申し上げましたらカイコウタケシですというコメント を書かれた方がいらっしゃったんですけれども、要するにちゃちゃを入れられたわけですが、確かに本名は開イたけしなんですが、ご本人もサインでは開イコって書いていたり、あとはテレビ番組では開イコウタって言ってるものもあれば、開イコでずっと統一して、ずっと開イコ開ケン、開イコって言っている、昔の開イコが出ているテレビ番組もありますので、私は開イコで統一させていただいておりますので、開イコウタです。 ってまた言われないように先に申し上げておきます。それももちろん存じ上げております。本名はた光しっていうのは存じ上げております。その上で開光剣を本人も使っていたということを尊重して私も開光剣って述べさせていただいているのでその点はご理解いただければと思うんですが話を戻しますと開光剣が言及していた言葉でこんなのがあるんですよ。こんな容紙というか趣旨の言葉っていうのがあるんですよ。それはですね、その 女の人を最も魅力的だと感じるときは、その人の目を見て、なんだその目はと。小説家として、もう力を振り絞ってその人の目をいろいろな言葉で形容しようとする。悲しみを称たたえた目だとか、暗闇の中にぼんやりとホタルが浮かんでいるような目つきだとか、あとは、 例えば、まあ、単純に、エロい目だとか、妖艶な目だとか、もっと高級な言葉を使うと妖艶な目だとか、魔性の目だとか、いろんな例えを使ってその人の目の奥深さを形容しようとするんだけども、ぴったりとした言葉が見つからないとき、その女性に対して、最も強く惹かれるという胸の、 言葉を残してらっしゃるんですね。で、私もそこに同調しているわけなんですよ。まあ、要するに一言で言えばミステリアスなんですけれども、何かしら、その人といろんな話をして、その人がどこどこ生まれて、どういう育ち方をしていてとか、よく会ったりしているにも関わらず、何かその人のわからない部分がある。ここが非常に魅力的だっていう話なんですね。 あとは、まあ、ここまで難しく文学的に話さなくても、その女性が手に入らないってことですよね。ここが魅力的だってことなんです。例えば、結婚して、その奥さんと肉体関係を、まあ、常に持ってるわけですよね。結婚っていうのは一応法律的にはその奥さん以外の人と肉体関係を持ってはいけないっていうものですし、最近特に芸能界の不倫、 いやらスキャン、不倫的なスキャンダルがかなりバッシングあってますよね。ゲスの極みを止めたベッキーのを皮切りに。で、まあ奥さんと、まあ、肉体関係を持つってことは奥さんを求める。まあお互い求め合うからこそそういう肉体関係を持つわけなんですが、その時に奥さんが例えば拒否したりとか、ちょいちょいですよ。ずっと拒否してるっていうのは完全に嫌がられてるわけなんで、ちょいちょい拒否したりとか、 した方が男性は燃えるってよく言われてるんですよ。これは松本人志さんが言ってたことなんですけれども、要するに奥さんはたまには拒否したりだとか、することが必要だと。で、ここに含まれている真意っていうのは結局なんか手に入らないものである必要があるっていうことだと思うんですよ。ここまでの話をまとめると、解雇剣の言葉を借りて言えば、その人の目、 眼差しっていうのを形容できない女性が一番魅力的であり、松本人志さん的には、その人がいつまでも手に入らないような感じ、まあ、結婚しててもですよ、がある女性っていうのが魅力的だっていうことなんですね。で、今回の音声日記のメインテーマは別に女性論ずっと語るわけではないんです。今回私がお伝えしたいのっていうのは、皆さんが普段、 ま、何かしらの出来事に遭遇したり、誰かの発言を聞いたり、誰かの SNS 投稿を見たり、例えば YouTube だったら、誰かしらの、ま、天売をやってる人の動画を見ていたりしたときに、一言、ま、これは文法で言うと感動詞なんですけどもん、んとかむ、むとか、あとはただの破殺音ですよね。感動詞に含んでいいのかどうかもわからないような、こんな感じです。 んこんな風に思うことがある。要するに違和感のつぶつぶとか何かしら引っかかるものがあるときっていうのは、それを分析して解決していくことによって、その人の殻っていうのはどん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 破っていける。自分自身の思考回路っていうのをどんどんクリアにしていける。しかしながら、カイコが女性のその魅力の話をするときに言ったように、 小説家の力を全力で投じても、その言葉、ぴったりとしたワードがなかなか浮かんでこない。っていうのと同じように、違和感のつぶつぶっていう私は表現をしてるんですが、違和感のつぶつぶっていうのは容易にその、その正体っていうのを分析しきることができないんですよ。ゲノムみたいなもので、超複雑なゲノムみたいな遺伝子回路みたいなもので、 何なんだろうこの違和感のつぶつぶはっていうところから人っていうのはスタートしていくと思うんですね。私も2012年にネットビジネスっていう言葉を知って2013年からネットビジネスに本格的に参入し始めたんですが、はじめは右も左もわからない中で、この人はすごいとか、言われる人はすごいと思い込んでましたし、凄そうにアピールしてる人もすごいと思ってたんですね。無条件に。しかしながら無条件に、まあ周りもやい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 、 その人のことを、あの、褒めたたえるような人の発言とか、投稿とか、行動とか、まあ話のテンポとか、仕草とか、目つきとかを見ていて、何な,なんだろうな、この違和感のつぶつぶはっていうのを感じるものがあったんですよ。で、今は全部分析しきれてます。でも分析するまでに3年ぐらいかかりました。そのぐらいかかるもんなんですよ。で、違和感のつぶつぶを分析するっていうのは本当に容易なことではなくて、 自分のレベルを超えた部分のところに関して何かしらの抵抗感を示しているからなわけなんですね。今までの経験則で解釈できるものであれば、はい、これは詐欺だとか、まあ、例えば、はい、これはこういう点がおかしいからこの MLM はおかしいとかわかるわけですよ。 例えば、最近 MLM、マルチ商法で、マルチ商法ではありませんよって言っている実質的にマルチ商法っていうのが結構あるんですよ。名指しはしませんけどね。例えば、健康食品系で、マルチ商法ではありませんと。アメリカ発祥のものなんですが、アメリカのマルチ商法の法律を、にはちゃんと触れていません。だからマルチ商法じゃありませんっていうのがあるんですよ。 しかしながら、それを聞いたときなんか真の部分を隠してるんじゃないかって思った手法があったんで、わざわざその手法の、まあ、講演みたいな、要するに勧誘ですよね、に乗っかって、その勧誘を行ってる場所まで行ったんです。で、そこで話を聞いても、やっぱりなんか違和感のつぶつぶが残った状態で、もちろん入会なんてしてないですけど、なんかどうも解釈できなかった。で、最終的にその、 マルチって言ってないマルチみたいな商法っていうのをどうやって私は分析しきれたかっていうとそこに実際入会して退会した人の話を聞いたからなんですね。まあ、簡単に言えばこういうことです。マルチ商法っていうのはその一つの仕組みでオートシップっていうものがあるんです。オートシップっていうのは健康食品だったら健康食品毎月例えば1万円2万円決まった額を必ず買いなさいと。 買わなければいけませんよっていうシステムがあるわけです。しかしながらそのマルチ商法じゃないですよって言ってたあるマルチ商法 M と言わせていただきますけどその M っていうマルチ商法の会社っていうのは結局のところオートチップはありませんよと。しかしながらもし毎月自分から商品を決めて注文しない場合は 勝手に商品を見繕って送りつけますっていう方式をとってたんですよ。これって自分が毎月買うんじゃなくて買わなくてもいいけど送りつけますよと送りつけたものは代金を支払いますよっていうシステムだったんですよね。これマルチ商法と同じじゃないですか。じゃあなんでそれでもマルチ商法じゃないのかっていうとまずは 自分で買わなきゃいけないですよ、じゃなくて送りつける。商品を送りつけるっていうシステムだから、だとは思うんですね。あとはもう一つ非常に重要なポイントなんですが、それマルチ商法っていうのは集客するときに、例えば偉い人が出てきてですね、私の、あの、入出金、明細書を見てくださいと。毎月に約200万円程度、平均200万円程度お金入ってますよ。すごいでしょっていうわけです。それは確かにすごいですよね、毎月。 人に紹介していくのを続けていっただけで毎月200万円ずつ入っていくって言ったら、1年間で2400万円ってことですよ。すごい話じゃないですか。しかしながらですね、実はからくりがあって、安いプランと高いプランっていうのがあるんです。安いプランっていうのははじめ、まずその商品を紹介するのであれば、その商品のことを知らなければいけないから商品のセットを買いましょうっていうものなんですが、それは安いプランも高いプランもそうなんですが、 安いプランは1万円分の商品を購入する。高いプランは3万5千分の商品を購入する。これ、まあ、とりあえず、あの、例で自分が適当に今価格を決めていってるんですけど、まあ、その M っていう手法と対差ない金額をあえて付けてます。で、1万円の方を入った場合、1万円の方の商品セットを買って入会した場合っていうのは、その後のリワードが少ないんですよ。リワードっていうのは報酬ですね。 一人紹介したらいくら、二人紹介したらいくらっていう報酬が少ないんですよ。で、一万円購入した方は、その後毎月商品が送られてくることもないし、商品を買う必要もないわけですが、もし商品を購入しなければ、お金かからないわけですが、リワードが少ないんですよ。その一万円のプランで入会しちゃうと。じゃあ結局三万五千円で入りますよね。で、三万五千円の方で入ったら毎月、 商品を自分で選んで購入しないと勝手に見繕って送られてきちゃうわけですよ。まあこういう抜け道みたいなのがあるんです。要するにオートシップの機能はないけども実質的にオートシップの機能のようなものを使っていかないと200万円には絶対に到達できない。まあほぼ無理なんです。200万円には到達できないっていうシステムになってるわけですね。で、こういうふうに今は分析できたけど はじめ、その M という手法を紹介されたときに、違和感のつぶつぶ感じたそのつぶつぶっていうのは、ようやくそこまで、私それ調べるの半年以上かけましたからね。半年以上かけていろんな情報をちびちび収集しながら、ようやくその入会して退会した人の話っていうのを聞いて、ようやくすべてが分析しきれなんですよ。 全ての違和感のつぶつぶの原因となっているもののピースがようやく一枚のジグソーパズル完成に至ったわけなんですね。それと同じように、違和感のつぶつぶっていうのは皆さん例えば、物販の動画見てたり SN、SNS の投稿を見てたり、あとはもうアフィリエイトでも FX でも何でもいいんですけれども、あの、ブックメーカー投資でも何でもいいんですけど、なんかもし違和感のつぶつぶを感じたとしたら、 焦ってスタートする必要はないと思うんですよ。仮想通貨でも何でも。もちろん、例えば、仮想通貨だったら、今買っといた方が,寝上が、値上がり、半年後には随分してた、あ,あの時買っときゃよかったって思うとは思いますよ。思うとは思いますけど、その時に、即断即決ですっていうネットビジネスの人たち多いと思うんですけど、これ大間違いですからね。我々が即断即決をしてもいいのはよく知っている分野のみなんですよ。 例えば、私は、 転売に関しては商品リサーチをして商品を買い付けることに関しては即断即決できます。それはそれまで何年もの経験則とか買い付けをした経験があるから即断即決できるわけですよ。それを初心者の人が即断即決っていう言葉だけを適用させちゃって、初めから商品リサーチも適当にあの目をつぶって商品掴んでそれを売るような感覚で即断即決は大切だからって言ってやろうとするんですが、それはちゃうってことです。 fx でもアフィリエイトでも即断即決今すぐやりましょうって言ってんのはそれは運営側の自我ですからね運営側の自分勝手な意見ですから何もその手法をやったことがない人が例えば1時間2時間のセミナーを受けただけでとかあとは何かしらのキャンペーンのプロダクトローンチっていう洗脳ですね5日間ぐらいもしくは4日5日の動画で動画を通して人を洗脳させていってメリットだけを伝えるような手法 綺麗なところ表面の表層のきれいなところだけを伝えて芯の部分を外すような説明しかしないような手法を通してじゃあ今すぐやりましょう待ってる暇はないですよって言われたとしても違和感のつぶつぶ感じたらやんなくていいってことですですから海外転売の公開動画も100本以上出していてで5日間の無料講座も本当に 一ヶ月、昼も夜もなく、動画何度も何度も撮り続けて構築した合計8時間半から9時間ぐらいの動画、それも無料でお渡ししてるのは、真の部分も含めて海外転売っていうのをそのままお伝えすることによって、皆さんの違和感のつぶつぶを分析しきれるだけのピースをご,ご提供するってことです。そのような所存だから、そのような良件だからなんですよ、私自身が。 当然ながら、ジグソーパズルっていうのを組み立てるのっていうのは人によって、組み立てる図柄、図柄が違いますので、人によって違うと思うんですよね。ただ少なくとも海外転売とは何ぞやとか、メリ、海外転売のデメリットとか、メリットとか、良い点悪い点とか、そういったものも含めて全てのピースっていうのは私はそのまま等身大でお渡ししししようっていう話なんですよ。じゃあそのジグソーパズルの絵柄は一人一人違うって言いましたけれども、これは何かっていうと、 橋の形を形成できるだけの骨組みってことなんですよ。海外転売や、私はやってますよね。で、講師をしています。で、そこに生徒さんが入ってくるっていうのは、講師と生徒側がお互い当分橋をかけてつながったらスタートってことなんですよ。要するに、私は海外転売の等身大をお伝えする。これはジグソーパズルを全部お渡しするってことなんですね。 で、私から皆さんのところまでちょうど半分の位置。まあ、ちょうど私と皆さんの間が物理的に100メートル離れているとしたら50メートル分の橋を私がかけていて、で、残りの50メートル分の足場を作るのに十分なジグソーパズルというか、足場の骨組みをお渡しするっていうのが私がチャンネルで行っていることなんですよ。で、その後、皆さん自身が足場を組んでいく。 まあその足場の組み方っていうのは一つだけじゃないんで、それは皆さんの今までのバックグラウンドによって、その距離とかも変わってくると思うんで、例えば100メートルギャップがある人だったら私が50メートルかけて、その方が50メートルかければいいんですが、 1000メートル空いてる人だったら私が500メートルかけてその人が500メートルかけないといけないってことですね。だから絵柄が違うって言い方をしたんですが、その足場の距離とか強度っていうのはその人によって違うんですが、そういうのを一つ一つその人が組み上げていかなければいけないわけなんですよ。要するに簡単に言えば疑問を払拭していかなきゃいけないんです。で、自分で行けるってなったタイミングで、こちらと向こうがまあ繋がったってことなので、契約という形で、 じゃあ、サポート期間6ヶ月間やっていきましょうっていうタイミングになればいいわけなんですよね。でこれは別に、あの、海外転売を勧誘するための動画ではなくって、今回のここまでのまとめを行います。違和感のつぶつぶっていうのは、分析するのにめちゃくちゃ時間がかかるんですね。で、例えば、そういった違和感のつぶつぶ、なんで、時間がかかるかっていうと、情動的なものだからなんですよ。 なんか、イラッとしたりとか、もやっとしたりとか、ムカッとしたりとか、なんか、悲しかったりとか、何かしらの情動的な状態で違和感のつぶつぶっていうのは感じるはずなんですね。ですから、まずは、その情動が収まるまで時間を置かなきゃいけないんですよ。そこを、情動にかまけて、ま、かまけてっていう言い方はあんましないのかもしれないですけど、その情動に先導されて、 わって進もうとすると間違った選択肢を進んじゃうし、間違った分析を行っちゃうわけなので、例えば、どっかの店員さんにイラッときたとしますよね。で、イラッと来たんだったらただ怒ってるだけなんですけども、イラッと来ただけじゃなくて、もやっとしたことがある、同時にあるはずなんですよ。どこにもやっとしたのかっていうのを、まずは、そのイラッとした情動を抑えて、自分が視感できるようになってから、 視感っていうのは停止の死に観察の観って書くんですが、要するに、俯瞰的に、客観的に、そのモヤを見れる状況になるまでにまず時間がかかるから、で、その後分析してるからものすごい時間かかるんですよ。なぜかというと、イラッとした思い出をもう一度思い返すともう一度イラッとするからなんです。これは我々が生物として危機管理能力があるからですね。 虎に襲われた時に、まあ、原始人自体に虎に襲われた時に、サーベルタイガーでも何でもいいんですけど、襲われた時に、うわーっていうすごい精神的なショックを得たとします。で、次に虎をもう一回見た時、遠くから見た時とか、まあ、虎の絵を見た時でもいいんですけども、その時に、一番初めに虎に遭遇して命からがら逃げてきた時の気持ちがまたうわーって出てきちゃうんですよ。 まあこれがトラウマってものですけどね。このトラウマっていうのは人が生き延びるための手段ですから、本能的な手段ですから、それはどうしても付きまとっちゃうので、例えば嫌な店員さんがいた、イラッとした、そしてモヤッとした。で、そのモヤっていうのは何なのかっていうのをもう一回分析しようと思って、その店員さんと会った時のことを思い出したら、その時の情景が浮かんできたらまたモヤッとするとともにイラッてしちゃうんですね。 だから、このイラをまず排除するまでの時間っていうのが結構時間かかるんですよ。っていうふうに私は思います。まあ、今回は本当につれづれなるままにまたいつもながらうんちくというかつらつら話させていただいたんですが、まずは入りやすいようにここまでの全体のまとめをさせていただきますと、魅力的な女性とは何ぞやって話をさせていただきました。その人のことが形容できない女性っていうのは魅力的だと。なんか手が届きそうで届かないような。 届いてるんだけど届いてないような気も時々するようなそういった状態っていうのが一番魅力的だということですしかしながら我々っていうのは未知を基地にしたい人間なんですね要するにまだ知らないものっていうのは解決していきたいんですよそれがある種の大志であり野望であり渇望なんだと思いますクエスチョンはビックリマークにしたいんです疑問符は簡単符にしていきたいのが人間なんですよですから 我々っていうのはそれを解決していく、もちろん女性であればずっと魅力的だなっていうふうに思うだけで、でそれが奥さんだったら奥さんに対してずっとまあ愛しいなとか魅力的だなとか思って過ごしゃいいだけの話なんですが、こと、ビジネスだったりあの奥さんとかそういうのじゃなくって、なんで私はこの人に対してこう思うのかと、この周りからすごいと言われてて、 本人もすごそうなブランディングをしているこの人の発言、仕草、な目つき、そういったものに何で違和感のつぶつぶを感じるのかっていうのに関しては時間をかけてしっかりと解決していく必要があると思います場合によっては、まあ、ちょこ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 解決していっておそらく85%から95%場合によっては98-9%までは比較的短い期間で 半年とか1年で解決できるかもしれないんですが、じゃあ100%分析しきるには何年かってやっぱりかかると思うんですね。ただし、我々はバカじゃないんで85、85%ぐらい解決できたら、まあ、例えばネットビジネスの手法とかだったら、良い悪い、自分に向いてる不向きだ。 そういうところは分かると思うんですね。この人から教わりたい、この人はごめんだ。そのぐらいまでの判別はできると思うんで、その後の残りの15%とか5%とか数%、パーセント場合によっては最後の1%まで分析しきるかどうかっていうのは、我々が我々自身に対してどれだけマニアックであるかってことだとは思うんですが、私の場合、その1%すらも完璧に解決したいと、何年かかってもいいと、もうずっとそればっか考えているわけじゃないんですが、 解決できればいいなって思うタイプなんですね。ですから皆さんも何かしらの人なり、まあビジネスだった商売なり手法なりで何か、んとかん、とか、とか、まあ例えばもうこういう破札音とか摩擦音とか、あとは感動詞とか言葉にならない言葉、 で、何かしらリアクションをせざるを得なくなった時っていうのは、皆さんが何かしら今まで解決したことのない新しい局面に差し掛かっている証拠ではあると思うんですね。ですから、その時に、例えばセールスマンの人たちが、あの、ネットビジネスの集客とかしてる人たちが今すぐやりましょうとか、今やらないと損ですとか、 あの、ベタなクロージングをしてきたりとか、あとは電話切ろうと思っても,も、ああ、なるほどそうですよね、とか言って聞き流されちゃって、でも今やんないと、とか結局同じ話を繰り返しされてると、まあ中国のことわざにありますけど、10回倒して倒れない気はないって言われてるのかな、確か。確か10回だったと思うんですが、要するにそれってまあ、女の人を口説く時のことわざなんですけれどもね、一回断られてもめげるな、みたいなのが、クロージング、 マーケティング業界にもあるわけなので、まあしつこく言われてもやっぱり何か払拭できないものがある時っていうのは本当時間を置いて、場合によってはその商売とか手法とかから距離を置いて考えていくっていうのが必要になるかなと思います。まあいろいろ話させていただきました。温泉日記っていうのは本当1から10までうんちくだったり、つらつらだらだらある種述べている部分もあると思うんですが、私はこういう講師の まあ、うんちくというか、まあ、だらだらという意見ですね。っていうのは非常に重要だと思うんですね。でそれが重要だと思う理由っていうのは、他の音声日記でもお話したように、海外転売を行う以上、海外転売の講師と馬が合わなければ、その海外転売っていうのは効率的に行うことができないっていうのがあるからなんですけれども、 ま、当然ですよね。例えば、英語が好きでも、英語の先生が、全然馬が合わない先生だったらいつの間にか英語も嫌いになっちゃってるじゃないですか。そういうことが、やっぱり大人同士ですからね、その子供みたいに、先生嫌いだから海外転売も嫌だ、みたいに、そんな短絡的にはいかないと思うんですが、やっぱり100、100%海外転売と効率よく向き合っていくた,びにはためには、こうしたの馬が合ってるってことが非常に重要なのかなって思うと同時に、 今までお話ししてなかったんですが、私がよく名前出させていただく、ラルフ・アルド・エマソンという哲学者、まあ、思想家ですね、が書い,てあ書いている、精神についてという本の中で、私が感銘を受けた一節があるんです。まあ、エマソン名著選という本の、精神についてというものがあります。日本教文社から出ている本の、 ページが137ページに書いてあるんですけれどもこういう言葉があります人は行動によって教えられるものであって他に教える方法はない自らを伝えれば教えられるが言葉によるものではない与えるものは教え受けるものは学ぶ生徒が教える人と同じ状態に達しあるいは 教える人の従う同じ原理に従うまでは教育は少しも行われてはいない。一種の浸透が起こるものだ。生徒が先生であり、先生が生徒となっている。その時教育が行われているのであって、そこから来る教育の利益は、白状な境遇に立ち、悪い仲間に交わっても、すっかり失われることはない。 ところが、口で解いただけのことなら、右の耳から入ったかと思うと左の耳から抜けてしまう。グランド氏が独立記念日に演説をする。あるいは、ハンド氏が義手協会のために講演をする。などと、広告が出ていても、私どもは聞きにはいかない。というのは、こういう紳士は聴衆に、 彼ら自身の性格と体験を伝えてはくれないからである。もしもこうした内訳話が聞かれる見込みが立てば、私どもは全ての不便と反対を押し切ってでも聞きに行くであろう。病人なら担架に乗せて連れて行く。けれども、公の演説というものは、一種の芝居、当たり障りのない挨拶、弁解、まやかしであって、 事故の伝達ではない。言論ではない。人間ではない。という言葉があるんですね。ここが私が自分の過去とかそういったものも含めて、洗いざらいさらけ出してるところなんですよ。私は演説を行うつもりはないんです。一般的な。当たり障りのない話をするつもりはなくって、 私がこの音声日記の中で話している話っていうのは当たり障りのない話では決してないと思うんですね。ある種癖のあるワインで言うとフルボトルというか癖のある重い話が多いと思うんですよ。まあ、簡単に飲める、まあ、ライトなワインの飲み口じゃないと思うんですね。私の話っていうのはウォッカではなくてジンの方だと思うんですよ。ジントニックではなくて どちらかというと、ホワイトレディとかギムレットのようなショートカクテルの強いアルコール度数のような話っていうのに、まあ、近いように、そのようになるように心がけて話してるんです。で、それは今お話しした、こちらのラルフ・アルド・エマソン精神についての137ページに書いてあるこの一段落。この段落、まあ、自分、今の本にも線引いてあるんですけど、この言葉に ま、感銘を受けると同時に、しごく同調したからなんですね。最後の部分、最後の部分だけもう一度読まさせていただきたいと思います。というのは、こういう真摯には、聴衆に彼ら自身の性格と体験を伝えてはくれないからである。もしもこうした打ち明け話が聞かれる見込みが立てば、私どもは全ての不便と反対を押し切ってでも聞きに行くであろう。 病人なら短歌に乗せて連れて行く。けれども、公の演説というものは、一種の芝居、当たり障りのない挨拶、弁解、まやかしであって、自己の伝達ではない。言論ではない。人間ではない。この言葉っていうのを、少しでも体現できるようなチャンネルにできればいいなと思って、毎回、 話しておりますし、今後とも話をさせていただきたいと思います。よって、最近は、どちらかというと、まあ、この、エマソンの言葉を借りれば、自己の伝達、言論、人間を伝える内容っていうのをお話しすることが多くなったので、海外転売の商品リサーチのやり方とか、タオバオの見方とか、アリババの業者選定の方法だとか、 商品登録の時に気をつける点とかそういう話っていうのはなかなかしていない部分っていうのがあるんですけれどもこういったうんちくダラダラの話し方の中にも実はむしろそこに本質があるとご理解いただけて腹に落としていただけたら私としてはこのチャンネルを行っている 意義っていうのが一つ満たされるかなと。まあ、別に私が満たされたからどうだっていうわけじゃないんですけど皆さん自身がその中で、まあ、こういう人間がネットビジネス界にいるっていうのを知っていただくことによってその違和感のつぶつぶを解決するための一つの手助けになればなと思いますだから海外転売やりましょうグッやりましょうっていうのだけを進めてるのではなくて 私は物販で人生変わったのが確か、は確かです。海外転売で人生変わったのは確かですが、私の真意っていうのは、だから今すぐ海外転売やろうでは決してないです。先ほど話した通り、今すぐやることがベストな方法だとは思ってないからなんですね。物販をやることがベストな方法だとも思ってないです。それは人によるって思ってるわけなので、そこがポイントなのではなくって、皆さんが特にネットビジネス、もしくはいろんな商売、 いろんな手法に対して違和感のつぶつぶを感じたときに解決していくためには違和感のつぶつぶを感じながらももしネットビジネスの人たちがみんな一様にアフィリエイトパーティーに出て人の紹介を内容も知らずにし合ってる人たちしかいなければ間違ったものであっても特に日本というのは多ければ正しいと意見が合わせなきゃいけないという感覚があるわけですよね だから、そうじゃない人がいなければ、私みたいな目の上の単語部みたいな人間がいなければ、それが正しいか間違ってるかに関わらずそれをやるしかないと。なぜならばそういう人たちしかいないのだからっていう感覚になっちゃうわけなんですよ。しかしながら、少なくとも、とにかく一つ、一かけら、一辺の全く違う人間、ネットビジネスの中にいることはないだろうと、 こんな奴もいるのかって思えるような人間が存在していて呼吸をしているっていうことの事実が何かしらの手助けになればなと思ってこういう話をくどくどとよくさせていただいている次第でありますありますと言ったらなんかかっちょいいのか堅苦しいのか変な語尾になってしまいましたけれどもこれが私の本心ですというわけで今回は 音声、日記。違和感のつぶつぶがメインテーマでしたが、冒頭は最も魅力的な女性の定義ということを皮切りに話をさせていただきました。30分以上話をしていると、頭にだん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 酸素が回らなくなってくるんですよ。これ面白いんですけど、まあ、だからどうだってわけじゃないんですけど、なので、ちょっとところどころ呼吸が詰まったところがあったので、ところどころ、 っていうこと、音が入っちゃってるかもしれないんですけれども、ちょっとお聞き苦しい点ありましたと思います。あったと思います。その点は失礼いたしました。しかしながら、やはり一発撮りで撮るっていうのを心がけてますので、断片でブチ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 切って話すっていうのは、単純に人に話をお伝えする準備ができてない人間のやることだって私は考えているんですね。だからとにかく一発撮りで、ブツ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 切らずに話をしています。というわけで、 最後、ちょっと言い訳がましくなってしまいましたが、最後までご清聴ありがとうございます。少しでも何かしらの役に立てば、何かしらの金銭に触れ、そして何かしらの違和感のつぶつぶを解決するための材料の一つになれば幸いです。最後までご清聴ありがとうございます。海外転売スクール講師の黒沢敦氏がお届けいたしました。では、失礼いたします。